はいはい、ジネットですよ。魔法のことなら任せてね。はーい、皆さんこんにちは。アルカラスとジネット役の立花梨花です。先ほどジネットさんの収録終了しました。やんややんや、ありがとうございました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったですね。今回ですね、私が演じさせていただいたジネットさん、黄昏世界の方では魔法使いのジネットさんだったんですけれども、いやー、なんて言うんですかね、このひょうひょうとした感じというか、でもちょっとこう色っぽい感じもあったりするので、とてもなんかこうつかみきれないところがなんかこう追いかけたくなる、そんな素敵なお姉さんになったんじゃないかなと思っておりますが、中でもですね、特に聞いていただきたいのがランクアップの時のセリフなんですよ。とてもなんかいい味出してるセリフなので、ぜひランクを上げていただいてお聞きいただきたいなと思います。そして、黄昏世界だけではなく東都世界、こちらの方では新幹線士としてのジネットさんを演じさせていただきました。すごくキリッとした、かっこいい感じの方なんですが、箱舟でちょんちょんとお話をしていただけるととても可愛い一面も見えたりするので、ぜひぜひ、たくさんお付き合いいただけたらなと思います。どちらのジネットさんもゲーム内の星読みで出会うことができますので、ぜひぜひゲームをプレイしてお迎えしていただけたらと思います。ということで、ぜひ楽しんでくださいね。アルカラスとジネット役の立花梨花でした。